アメリカ南部諸州が建国したアメリカ連合国の国旗や軍旗には以下のようなものがある。南北戦争終結以後、これらの旗が公に使われることはないが、南部の住民の中には自分たちの歴史のシンボルとして、これらの旗、特に有名な南軍旗やレベルフラッグを使い続ける者も,もいる。南軍旗はサウスカロライナ州の州議会議児童に2000年まで翻っていた。 またかつてはミシシッピ州及びジョージア州の周期にも含まれていた。一方、アフリカ系アメリカ人や南部以外の住民の中には、これらの旗を奴隷制や有色人種差別を正当化する人々のシンボルとして敵視するものも多い。ヒルガイるレベルフラッグ。南部人の誇りと抵抗の象徴とも、また南部の人種差別と、 白人史上主義の象徴ともみなされている南部の国旗と南軍病の記念品スターズバーズ最初のアメリカ連合国の旗は1861年3月5日から1863年5月まで使われ、スターズバーズと呼ばれていた。縦王比は3、5。7つの星は連邦を離脱した7つの州、サウスカロライナ州、ミシシッピ州、フロリダ州、 アラバマ州、ジョージア州、ルイジアナ州、テキサス州を表す。この旗をデザインしたのは、アラバマ州に住むプロイセン王国出身のドイツ系移民ニコラ・マーシャルで、そのデザインには、マーシャルに馴染みのあったオーストリア帝国の国旗が影響を与えている。マーシャルは連合国軍の軍服のデザインも行っている。連合国臨時議会が最初に手掛けた法案の中に国旗、 国省委員会の設置があった。サウスカロライナ州のウィリアム・ポーチャー・マイルズが議長を務める委員会では、マイルズ自身も国旗案を抱えて臨んだが、委員会に寄せられた公衆からの声の中では、独立戦争で掲げた古くからの合衆国旗を捨てないでくれという訴えが圧倒的に多かった。このため、マイルズの案よりも、 マーシャルの案の方が正常期に似ているとして人気が高く委員会もこれを国旗とすることになった。ただしこの旗は戦場の混乱の中では北部のスターズストライプスと見分けがつかなくなる重大な欠点があった。さらに州の権利や奴隷制などをめぐって北部と対立したはずの南部の旗が結局北部の旗とそっくりなものになったことについて 敵と、そっくりの旗では戦えない。この旗は、我々の心に響かないという反対意見が、制定直後から紛失していた。円形に並ぶ星の数は、南部連合に加入する州が増えるたびに増え、1861年11月には13個に、増えている。最初の国旗制定時に提案された破綻ステンレスバナー連合国は、正常期との混同を避けるため、 1863年5月1日より国旗をステーンレスバナーと呼ばれる旗に変更した。縦王妃は1、2。明らかな変更点は南軍旗のデザインを左上に持ってきて連合国旗であることを強調したことである。新たな国旗の制定にあたり、ほとんどの案が当時よく知られ人気もあった南軍旗をあしらっていた。この中から、 ジョージア州ソバンナの新聞編集者で作家だったウィリアム・ティトンプソンの案が選ばれた。ステインレスというニックネームは旗の大半を占める白い地に由来する。後の国旗法ではこの白い地に対して特に意味を説明しなかったため様々な解釈が生まれ、南部人の一点の汚れもない美徳と誇り、北部の圧政と侵略に対する独立への投資を意味するともされている。しかし、 トンプソンの最初の意図は、白は白人の白であり、神が定めた、有色人に対する白人の優位を守るために戦う、人民にとって白い旗こそが戦う理由を最もよく象徴してくれるというものだった。議会でこの白い部分を赤で縁取るのがいいか、青い線を入れるのがいいかという議論が出た際、トンプソンは白地に何かを足すことは、 デザインの意図に妥協を加えるものであり反対すると述べている。ウィリアム・ポーチャー・マイルズも国旗は派手で分かりやすい方がいいので南軍旗のデザインは入れるべきであろうが同時に国旗は可能な限り完璧であるべきであるとしてトンプソンの白い旗の案を指示した。自分の案が国旗に選ばれるとトンプソンは自分の新聞でこの旗は我々の戦う理由である。 優秀な人種と高度な文明が無知や野蛮と戦うということをよく表している。同時に今や悪名高いヤンキーの野蛮人の旗と全く似ていないことも利点であると持参する記事を掲載している。この旗の初使用はトマス・ジェイ・ストーンウォール・ジャクソン将軍の葬儀の際に棺を覆う旗だったためにストーンウォール・ジャクソンの旗とも呼ばれる。 しかしこれにも欠点があった。戦場の泥で汚れやすい上に、戦場に風が吹いていない場合、旗が垂れ下がると、南軍旗部分が隠されて白い部分が多くなりすぎる。このデザインは、幸福の白旗とよく見間違えられたのである。当初は、好意的に迎えられた、この国旗も、主に軍人たちから、白すぎるという批判が上がるようになった。2回目の国旗制定時に提案された旗 三番目の国旗三番目の国旗、ブラッド・ステーン・ド・バナーは1865年3月4日、連合国崩壊の寸前に制定され、ごく短期間使用された。付け加えられた赤い垂直の錠は旗がなびいていない時に、白旗と間違われないためのものである。縦王比は3、4。この旗の提案者であるアーサー・エール・ロジャース少佐は、二番目の国旗は、 戦場で危険であるとして、議会で国旗改定を訴えるロビー活動を行った。ロジャースは垂直の像を赤くしたのは、ヤンキーの旗の青と似た部分を最大限減らすためであり、同時に南軍旗部分の X 型十字はスコットランド国旗に付け加わった赤い像はフランス国旗に由来し、それぞれ南部の人々の祖先の地を表すとしている。 アメリカ連合国議会が定めた1865年の国旗法によれば、幅は長さの3分の2で、正方形のユニオンを旗の幅の5分の3になるように、廃止、ユニオンの横の余った部分の長さを、ユニオンの下の余った部分の幅の2倍にするようにする。ユニオンは赤字に、青の X 型を廃止白で縁通り、その上に連合国を構成する州の数を表す5つの、 先端のある星形を飾る。旗全体の地は白で、ユニオンの残りの長さの半分を幅いっぱいの赤に塗るとされている。しかし、国旗法の通過から国旗の大量生産までの間に連合国は戦いに敗れて崩壊し、人々が3番目の国旗を目にすることはほとんどなかった。ボニーブルーフラッグ国旗の他に様々な旗が南北戦争中に使用された。 有名なものでは、1810年に、スペイン領フロリダの植民者が、判断し西フロリダ共和国を建国した時に、作られた青地に、白星のボニーブルーフラッグが非公式の旗として、また、南部の抵抗の象徴として、南北戦争初期の1861年の数ヶ月間使われている。バトルフラッグアメリカ連合国陸軍の軍旗バトルフラッグは、正方形で、 部隊によって様々なサイズのものがある。不評体は48インチ角、方兵体は36インチ角、騎兵体は30インチ角である。この旗は1861年11月から降伏までの間、戦闘時に用いられた。南軍機の X 型十字の青は、海軍機の明るい青とは違い、濃厚を使っている。最初の国旗であった、スターズバーズは、 戦闘時の昇園と土煙の中では、正常機と見分けがつかなかったため、遊軍への誤射など深刻な軍事上の失敗を引き起こした。これを直すため、バージニア陸軍大将、PGT ボーリガードたちはより良いデザインを探し、ボーリガードは、ウィリアム・ポーチャー・マイルズのデザインを旗に採用した。マイルズの長方形のデザインは、戦場で巻いて、持ち運びやすいように、正方形に直された。 この旗は歴史家にはバージニア戦線で北部のポトマック軍と激戦を演じたロバート・イーリー大将を率いる北バージニア軍の軍旗としてもよく知られている。この旗はあまりにも有名となったため1863年以降の2番目の国旗のデザインの元となった。マイルズの長方形の旗よりもこの旗の正方形の方がより堂々として独特であるとして好むものも多い。 レベルフラッグレベルフラッグアメリカ連合国海軍の旗はサザンクロスとも呼ばれ、南軍機の長方形版であり、普通5フィート3フィートである。対角線を結ぶ X 字型の案は南軍機よりも明るい青である。連合の海軍艦船に1863年から1865年までの間、翻っていた。 なおこの旗は停泊中の監守旗竿に形容される監守機であり、停泊中及び公開中の完備に形容される軍艦機ではない。デザインはもともとサウスカロライナ州の会員議員、ウィリアム・ポーチャー・マイルズがアメリカ連合国が最初の国旗を制定する際に提出した案だった。しかし、連合政府はズボン釣りのサスペンダーのようだとして、これを採用しなかった。 このデザインは、その後、前述の通り、テネシー陸軍ほかいくつかの陸軍部隊が軍機として利用し、やがて南軍の陸軍全体の旗のデザインに流用されることになる。長方形のオリジナルデザインは、その後、海軍が1863年から使用することになった。1861年から1863年までの海軍記事に、この X 字型が、 セイアンデレ十字とみなされることがある。しかし、マイルズの提案がこれについて何も語っていないため、セイアンデレ十字を南部に結びつける、本来の意図があったのかどうかは不明である。セイアンデレ十字は、スコットランドの国旗であり、ロシア海軍の軍艦旗でもある。セイアンデレは、X 字型の十字架にかけられて殉教した十二使徒の一人で、スコットランドとロシア双方の守護聖人でもある。 中世の伝説では、その X 字型の十字架が、スコットランドの海岸に打ち上げられたという。南北戦争時の南部白人の多くが、イギリス出身であったが、19世紀にはその白人の、うち4分の3が、スコットランド人かアルスター・スコッツの末裔だったという説もある。そこから、スコットランドのシンボルである聖アンデレ十字が、南部のシンボルとしてよりよく受け入れられたという見方も、 ある。今日では、このデザインは、アメリカ南部の最もよく知られたシンボルであり、南部では普通、レベルフラッグ、ディキシーフラッグと呼ばれている。また、誤って、これを、連合機と呼ぶこともある。軍艦機2番目の国旗、ステンレスバナーの制定を受けて、海軍長官、スティーブン・マロリーが、連合国海軍の軍艦機として、ステンレスバナーの右側を切り詰めて、 縦横日を2、3とした旗を1863年5月26日に制定している。南軍機を囲む元南軍兵士南北戦争後の復興の間、合衆国軍が進駐した南部諸州では連合に関わる旗を公の場で掲示するのは違法であった。地方自治が再建されると、再び南部諸州では南軍機などが掲げられるようになった。 20世紀初頭から中頃にかけて南部機の人気は上昇した。第二次世界大戦中、アメリカ軍の南部出身兵士からなるいくつかの部隊は南部機を非公式のエンブレムとした。また、南軍機などを戦場に持ち込む兵士もあった。沖縄戦の後、首里城の上には海兵隊第五連隊永中隊の兵士が掲げた南部機が翻がった。この旗は、 遠くからも見えたため、すぐさま引き下ろされて、正常期に変えられた。黒人兵士たちが南武器に対して、不満を訴えることが増えた後、南武器を使用した兵士は調査の対象になった。第二次大戦の終わりまでに、軍内での南武器使用は激減した。2017年に、バージニア州シャーロッツビルで開催された、極右集会、ユナイトザ・ライトラリー。ハーケンクロイツキア。 南軍旗、ガズデンバタを掲げる参加者たち、南部連合旗や、南軍旗は今でも広く認識されているシンボルである。しかし、この旗が実際何のシンボルであるかについては意見の一致が見られないため、この旗を掲示することは論議を起こし非常に感情的な問題となる。合衆国南部の白人の多くにとっては、この旗は、南軍兵士ら南部のために戦った祖先たちに、 敬意を表して掲げられる旗であり、単に地域の誇りであり、歴史遺産に過ぎない。あるいは古き良き南部、高潔で高貴な南部の象徴でもある。しかしその他の人々にとっては、この旗は南部連合政府が守ろうとした奴隷制のシンボルであり、南部復興後の各州で制定され一世域近くの間人種隔離を強制した事務苦労法のシンボルでもある。 南北戦争に関する歴史家で南部人のシェルビー・フートによれば、この旗は伝統的に北部による政治支配に対する南部の抵抗を表現していた。それが1960年代の公民権運動の期間に南部の抵抗意識が突如、北部のリベラルたちにこうして人種隔離を維持するという方向に向かってしまったため、南部の旗は、 人種問題の焦点となる旗に変わったという。人種隔離維持派がデモなどを行う時に高らかに南部連合機を掲げて更新したりしてしまったためその映像を見た多くのアメリカ人にとってマイナスイメージは決定的となってしまった。今でもクークラックスクランなどの白人市場主義者団体が集会などにおいて南部連合機を形容している場合があり、旗のイメージを さらに悪化させてしまっている。サウスカロライナ州会議児童。ドーム上にはかつて南軍機が翻っていたが、2000年より前提に移され、2015年の乱射事件後に完全撤去された2000年4月12日、サウスカロライナ州上院は、州議会議児童のドームの上から南部連合の軍機を撤去するという法案を多数決で可決した。 南軍機は1962年から掲揚されていたが、ある地方紙の記事によれば、新しい法案は、より伝統的な型の軍機を、衆議会議事堂の前の戦死した南軍兵士を称える記念碑の隣に掲揚することに特化した法案だったという。この法案が会員で審議に入ると、通過は困難に直面した。しかし、法案が、 新しい旗形容台の高さは30フィートにすると、和らげられた後の5月18日、法案は多数決で通過し、知事は5日後に署名し、7月1日、旗は議事堂上から撤去され議事堂前に移ったという。現在の州法は、追加の法案なくして、議事堂前の地面から、南軍機を移動することを禁じている。 南軍機に反対する人が旗を撤去しようとする事件が数回起こった後、この旗は警官に警備されている。南軍機は議事堂のドームの上にあった時よりも議事堂前の地面近くで翻っている今の方が皮肉にも見えやすくなったという人もいた。2019年にノースカロライナ州ピッツボロのネオコンフェデレート系のデモに参加する。 曲団体プラウドボーイズのメンバー2015年6月17日、チャールストンのエマニュエル・アフリカン・メソジスト監督協会で黒人浸透を狙ったショットガン乱射事件が発生した。ヘイトクライムとみられるこの事件で犯人の白人青年は自らのウェブサイトで南軍機と共に写っていた。南部連合機を人種差別主義者が愛用していたことで 南部連合機をめぐる議論が全米で再燃し、サウスカロライナ州のニッキー・ヘリー知事は22日に、この象徴物が私たちをこれ以上分断することを許さないと述べて、衆議会に議事堂前の南軍機の撤去を承認するように求めた。衆議事堂前の旗は27日に活動家によって引きずり下ろされたほか、24日にはアラバマ州が 衆議会議事動前の南軍機を撤去した。ウォルマートなど大手スーパーやアマゾンなどネット上の通販サイトもこの流れで相次いで南軍機の取り扱いを取りやめた。与野党の政治家たちも南軍機に対する批判をネット上などで述べており、バラク・オバマ大統領も南軍機について抑圧と人種差別の過去を想起させると述べている。7月9日未明。 サウスカロライナ州議会で南軍機を撤去する法律が94対20の賛成多数で可決され成立し、翌10日に撤去された。南軍機はアメリカの映画やテレビドラマなどにしばしば登場するほか、多くのロックバンドなどが南部の誇りや社会への反逆の意思を込めて南軍機を舞台に上げたり、プロモーションビデオで使用したりしている。例えば、 サザンロックの代表的なバンドの一つであるレーナード、スキナードは、ステージの背後に、南軍機を掲げていた。南部を中心に活躍したプロレスのユニット、ファビュラス・フリーバーズは入場の際に、南軍機を掲げており、客のほとんどが、有色人種である日本遠征でもそのスタイルを、踏襲した。ジェネラル・フリー南部の田舎を舞台にした人気テレビドラマ。 ザ・リュークス・オブ・ハザードが放送されていた1979年から1985年、主人公達の乗り回していた1969年まダッチ・チャージャー、ジェネラル、D の屋根いっぱいに、レベルフラッグが塗られていたことは、大きな話題にはならなかった。しかし同作が2005年の夏に映画化された際、制作者は、ストーリーの中でこの問題に直接言及せざるを得なくなった。 ジェネラルリーがアトランタ市内に入り、住民から複雑な反応を受けるシーンがある。あるドライバーからは、いい屋根だなレッドネック。早く21世紀の仲間入りをしろよ。クランの集会に遅れたのか。と冷やかされ、別のドライバーからは、南部はまた立ち上がるぞ。と激励される。歴代ジョージア周期ジョージア州では1955年、周期が、 南軍機を含むデザインに変更され翌年採用された。これは多くの議論を呼び2001年1月新しいデザインが採用された。新しいデザインは青地に州章を金色で真中に配し歴代の周期を下に並べ南軍機の歴史的重要性を認識することを目的としながらも実際には南軍旗をあしらった旧州旗は 下の方に小さく描かれ、目立たなくされていた。2002年、州の投票者の巻き返しが起き、当時の知事はこの問題で選挙に敗れ、1870年代のレコンストラクション以来初めて共和党の州知事が誕生した。2003年、周期をめぐる議論がまだ続いていたため、周期は再度デザインされ直した。今度の周期は、 南軍機の図柄を一切残さなかった代わり、アメリカ連合国の最初の国旗、スターズバーズを適用したものだった。2004年、今と前の二つの周期のうちどちらがいいか、州民投票が行われた。しかし、投票対象からは1956年からの南軍機をあしらった周期は除かれている。ミシシッピ州では1894年、周期の一部に、 南軍機があしらわれたが、異語奇妙な事態が発生した。1906年、周期法は新しい州法典のミスから省略されてしまい、ミシシッピ州には公式な旗が存在しない事態になった。この省略は1993年、全国有色人種工場協会が周期に関して起こした訴訟で、州最高裁が再審するまで判明しなかった。 2000年、州知事はこの旗を公式に周期とする命令を出した。さらに議論の後決定は、州民の側に戻され、2001年4月17日の州民投票で、南軍旗をあしらった旗を周期にし続けることとなる。その後も論争が続いたが、2020年6月28日に、州議会は、周期変更の法案を決定。7月1日に、州知事が、 同法案に署名したことで、南軍機をあしらった周期は消滅することとなった。他にもアラバマ州の周期とフロリダ州の周期は赤い X 字型を含み、南軍機の青い X 型十字の名残とみなす人もいる。テネシー州の周期の旗の配色やアーカンソー州の周期も赤字に青いひし形の帯をあしらい、白い星を並べたデザインが、 南軍機との類似性を指摘される時がある。南部のいくつかの州では自動車の持ち主は州に対し友愛団体、南部連合軍隊役軍人の息子たちのシンボルマークを表示したナンバープレートを請求できる。ノースカロライナ州のコース裁判所は1998年の判決でこの使用を全員した。判決は我々は我ら市民の中に 南武器の掲示に敏感な人たちがいることを意識しなければならない。南武器を周八甲のプレートに掲示することが健全な公場領族を代表しているかどうかは、この法廷のこの事件の争点ではない。これは、衆議会で話し合われるべき問題である。と留意している。ニコラ・マーシャル。ザエンサイクロペディア・オブ・アラバマ。2011年7月29日。閲覧。 ザ・フラッグ・ドーズ・リゼンブル・ザ・トオブ・ザ・ジャーマニック、ヨーロピアンネーション・オブ・オーストリア、ウィッチアズ、エイプルシアン・アーティスト、マーシャル・ウッド・ハブ・ノーウェル、ハットヒューム、エドガー・アースキン、ニコラ・マーシャル、エクサープツ・フロム・ザ・ジャーマン・アーティスト風デザインド・ザ・カンフェドレット・フラッグ・アンド・ユニフォーム、ザ・アメリカン。 ジャーマンレビュー、http コロンスラッシュスラッシュ www.archives.state.r.as スラッシュ marschall スラッシュ j a r m a n h t, t m l 2015年6月26日閲覧コスキー2005ピアニッシモ四五ハット AB プレブル1872 ピアニッシモ、414-417ハットプレブル1880。ピアニッシモ、523-525ハットコスキー。ジョン・ M、エム、ザ・バース・オブ・ザ・ステンレス・バナー。ザ・ニューヨーク・タイムズ・ニューヨーク、ザ・ニューヨーク・タイムズ・カンパニー。2019年11月7日。時点のオリジナルよりアーカイブ。2014年1月27日閲覧。コスキー2005。 ピアニッシモ1617ハット AB コスキー2005ピアニッシモ 1718AB ザサードカンフェドレッドナショナルフラッグ2009年1月30日時点のオリジナルよりアーカイブ2007年7月29日閲覧コスキー 2005P91 コスキー2005 ピアニッシ九十 9294http コロンスラッシュスラッシュ www.info.info.ease.com スラッシュスポットスラッシュ confederh.e4.html アメリカ連合国の歴史の見直しや、南部の細分離独立を掲げる、右派系の運動サウスカロライナ州知事、南部連合機の撤去を求める WSJ2015、 年6月23日12時49分、JST、ハット AB 米で、南部連合軍機巡り議論人種差別の象徴と、批判日本経済新聞、2015年6月24日9時22分、AB 米サウスカロライナ州議会の南部連合機、抗議活動家が一時撤去 a f <FT> p b b 2 0 1 5年6月28日14時24分、米アラバマ州が、 南部連合機を撤去 AFPBB2015 年6月25日8時14分サウスカロライナ州議会南部連合の旗を撤去へダッシュ c n n c o j p 2 0 1 5 0 7七十フライポステッドアット15時27分 JST 南部連合機を撤去米サウスカロライナ州議会 AFPBB2015 年7月11日10時59分リー将軍 もちろん、南軍司令官ロバート・イーリーにちなむ、日本版 DVD のタイトル。ワウワウ放映版では、爆発。デューク2005デュークス・オブ・ハザード、スター・チャンネル放映版では、爆発。デューク、クレイジー・クラッシュの放題が用いられた。米ミシシッピ州議会、周期変更の法案可決南部連合の象徴をなくす。BBC、2020年7月10日閲覧。 知事が周期変更の法案に署名、南軍のシンボルを排除へ、米ミシシッピ州。CNN2020 年7月10日閲覧。ジョージア州用、メリーランド州用、ミシシッピ州用、ノースカロライナ州用、テネシー州用、バージニア州用。他に、アラバマ州、ルイジアナ州、サウスカロライナ州用もある。ありがとうございます。